初心者向けコース、初心者向けコーススタート。まあ、壁キックから入っていくという形になって、生滑り全然初心者向けコースじゃないけどね。ほい、まあでも初心者向けなんか、ほいほい、面白いコースやね。ヒップドロップでワンちゃんを逃がして、すごい、めっちゃ楽しい、ゴールデンです。俺としてはめちゃめちゃ嬉しい。でもね、リズム、リズムいきましょうか。どかっ、リズムに合わせたいが全然リズムに合わせられない。キラーで一気に加速します。加速加速加速、どうだ、すごい手応え、よいしょ、もう一度エンジン点火。さらに俺もちょっと新しいエンジンが欲しい。どうだ、エンジン対決、リズムに合わせてゴールイン。何のリズムじゃ。ジャンプジャンプ3、6歳が作ったカース、6歳が作ったコース、スタート。まずは特例でジャンプ、あー置いていかれたな、今の届かしてくるか、やるな、結構むずそうに見えるもんね。ほい、ジャンプ、なんや、なんか出んのか、なんと、それは難しいな、飛ばなあかん、そのまま勢いのままかすらなかったんじゃない、滑走路が足りなくね、これでと。うっ、どうしよう、他の人間邪魔で、滑走ができない、滑走不能や、一旦戻りたいよな、頭狩りで。マリオも考えてること同じちゃうかな、考えてなさそうやな、それは。俺の考えは頭狩りで戻ることや、一旦。さあ、ルイもなかなか合わせた、人減ってきた、チャンス、カッコーンといきたいけどね。ふっ、勢いのままに、ジャンプ、きたー、完璧だー、もうこれ上まで行った方がいいか、いかれへんわ、落ち着いていこう、落ち着いて、もう一回や、やり直して、カッコーン、うわー、扉あったけど、もうゴールまで行っちゃおうかなーっていうのが俺の考え方やね。あー、扉でゴールやったわ、そもそも。おい、オッケー、オッケーは、うぎゅう、シャンシャーン。扉でゴールだよ、シャンシャーン。です。1の2。1の2スタート、行きましょうか。さあ、通常1の2なんでしょうか。俺誰やったっけ、俺ルイかな、俺ルイっぽいな。ルイ、よし、ルイ。さあ、突っ込んだ。ドラッ、これ突っ込んだらクリボー来るよ。おー、すごい、ノコノコの高速キック。わははは、跳ね返ってきたね、やっぱり。跳ね返ってきそうな感じしてたもんね。高速キックやったからね。通常の速度の2倍は出てたで。いつもやったらね、反応できねえけど、あれはもうね、多分跳ね返って全員、吹っ飛ぶやろうなと思って見てました。マリオマスク、ハリボテキラーカブトマン GO。ハリボテキラーカブトマン GO スタート。さあ、俺は、俺かぶれてないやん。やばい、ドラ、うわー、ギリギリサイドワインダー直撃か。ルイ条件失え。まだ活字ある、失えば。あ、素敵な無知引き。スリッピースロー、スリッピースロー、スタート。さあ、フリーを逃げていって、しゃがみジャンプですが、ここはちょっと出し抜かれ三段ジャンプをしているという人物がいるが、真ん中に犬がいるがどうか、滑ってみましょう。回転ジャンプ、なんとかこの差を詰めたよ。おっと、ブロック入ったな、ちょっと今。取らない、オッケー、アイテムに甘えたな、ありがとうございました。イエッシボー、イエッシボースタート。さあ、これは爽快コースのように見えます。さあ、汚い字、エゴエオーって書いてあるの、なんじゃあれ、ゴーじゃないんや、やばい。さあ、回転ジャンプから、いやー、ちょっと今のラグやめてほしかったな、なんか爆発で、ふっ、で、マリオどうする、俺今じゃ当てないでね、それ前に投げていく、いいよ、マリオずれた、ちょっとね、一瞬殴ってたりするからね。どうだ、終わらないでくれ、まだ終わりじゃなさそうじゃない、加速するわ、加速して、我慢、キー博物館スタート、倒れさそうか、あー、ゴールや、これやべえ、ってことはこうすれば俺の勝ちか、あ、やべえ、あー、今の投げで勝ち確やったのにな、もったいね、ブーメランで勝ち行くか、ここはブーメランアタック、無理か、惜しい、ブーメランと同時に行くことによってまだ勝ち目あるぞ、ブーメランでオンを変えるわ、よし、勝った、オッケー、完璧。マリオ&ヨッシー1の1、マリオ&ヨッシースタート。そっとガキ取り戦から超絶頭を狙うか、っていうか、そもそもそれが正規ルートっぽいな。あ、これ開けちゃおうか、開けて、これ脱出やね、脱出して、どこが正解、あ、こっちちゃうんや、あー、ってことは、あのピースイッチ必須ってことやな、これ持ってこうぜ、ピースイッチ取ってきて、誰かピースイッチ押すことによって、このキラー大砲がなくなるんや、そういう謎解きコースやで、みんな気づいてなさそうやね、よしよしよし、ここ行けるよ、いけ、あかん、こうじゃ押せない、もうちょいこっちやな、広場から押すわ、オッケー、オープン、さあどうだ、中間打力の前割り、タイムラックス、まあ持ち帰るか、これでどこ行けるようになる、パグでなんか倒せるやつおる、ブンブン倒していくが意味なし、 ZZZ って書いてあんな、あー、ヨッシー必須なんや、あれ、赤コインないよな、赤コインが取れないか、今盤面的に、こっちが正解やな、じゃあこっちの中の何かを解かなあかんな、どかなあかんやな、ルイどうか、ルイはどうかの実況プレイ、なんでなんかないねんけど、足場がおかしい、ルイージによし取られそうやな、ってなったらここで待つか、一旦ルイ帰ってくんの、さあルイ来た、ルイ来た、ついにルイ来た、さあルイ赤コイン食え、これルイ赤コイン食えた、どうだ、
改造者とサルスの鍵を渡さないつもりやった。俺普通に逃げてくれ、バイバーイ。壊れなければこっちも押した。よし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 、チャンス。よっしゃ、鍵ゲット。 OK、 ルイージかも。前の扉入った。完璧なプレイング、行きましょう。お疲れさん、ルイージー。はい、ゴールデンです。 OK、 OK、 うぐぐシャンシャン、お疲れ様でした。シャンシャン、ペース。極限まで超超初心者張り抜け、超超初心者張り抜け。難しそうだけどね。簡単なんかこれ。一旦やってみるか。シンプルにやってみよう。通る可能性あるからね。通れ。うわー、やばい。ちくわ復活しろ。ちくわー、オッケー、ナイス。オッケー、ちくわ復活すればね、無敵貫通できないですから。他の手がちくわなくなったそのタイミングで突っ込むのが一番いい。うわー、やばい。ルイはどうか。ルイ、ちくわ残せよ。ルイ、それちくわ残せなかった。青いの、まあ、なんでやな、頭悪いな。ナンバーズ1-3。ナンバーズスタート、行きましょうか。上空から、ナンバーズ1-3。おっと、宇宙プロペラ出たが、まあ、あんま関係ないかな。それよりも、先に行かないと、不良に行かれる。回転ジャンプとか駆使しながら、なんとか、右入力し続けているが、マリオを右入力し続けていることによって、抜かせないか。すごいサーカス戦となっているが、どうだ、なもなれそうです。ゴリンです。顔文字が横になっている。顔文字が横になっているスタートです。行きましょうか。おっと、浜村さん危ないぞ。ほい。コーラタックをルイにかけるが、ルイ食らわない。落ち着いて、ルイにかける撃ちます。ルイにかけてが食らわない。うわあ、マジか。ってことは、コーラを右に蹴る前提のコースってことか。いや、まだ早いな。もう一軍来るからね。一旦早く行ってしまうと、ここ頭使った方がいい。うわあ、マリオ多分挟まってきてるやろ。うわ、この子アイテムあったっけ。マジか、やめてくれ。この子気絶しろ。アイテム必須やな。ルイどうか。人に押されて取る、人にやらせといて。どこにその義務があるん。いけ。おっしゃ、キノコ、うわぁ、よし、マリオ食らっとる。おい、いらんことするからやで、マリオ。残念。お、元気出てたんちゃう。この子どうかやったんかやろ。この子の結果聞きたい。この子気絶。何やられたんやろね。敵多いな、普通に。はい、パックンねえのか。罠の可能性。ここでやられたんちゃう、普通に。パックンで通常やられるの可能性あるよな。ふっ。ここはまあ、こんな感じで一旦落ち着いていこうかな。中間あるやん。中間出てほしい。オッケー、中間しかもキノコ入ってた。スター来い。ファイヤー来たー。オッケー、これ何で取った方がいいからね。で、マリーは土管入ったから、あれがショートカットになってるちょっと負けすぎやから、急いだ方がいいな。足場にスーツ。うわ、何これ。スーパーミサイル。間入らないで、オッケー。どうか？フリオの方、連絡が来るか。フリオの方連絡なし、ギブアップや。ゴリンです。マナやったんや。キャットハンマーキャット。キャットハンマーキャットスタート。さあ、猫っぱ取られてからのゲラッポという形になるが、面白そうなコースやけどね。おーっと、マリオずれたな。落ち着いていかんとあかんよ。あ、なんか、制作で隠しゴールあるな。ダービル？ちょっと不可解やな。あのビルダーが関係してくるかどうかは。あー、ビルダーすればなんか制作上のゴールの気もするけどね。登れるかこれ、そもそも。登られへんね。ってなったら、一旦王を変えなあかんのか。制作で隠しゴールじゃなくて、これが正義ルートかもな。あ、マリオ、あ、マリオビルダー取れたやん。あ、でもビルダー嫌なんや。ほんなら俺、その相手見ていい？何のことなんでしょうね、結局。ここ開けたったらいいんじゃない、悪技で。ダイレクトゴール狙うわ、これで。来た、これいったでしょ。違う、合ってる、合ってそうだけどね。道開いてるってこと合ってるやん。あ、普通に攻略できた。晩飯、昼飯、朝飯、いろいろあるけど、なんねー、夜飯言うてもうた。晩飯や。ファルクールカーベラン、パルクールカーベラスタート。さあ、畑落としすぎてるから、オートスクロールが急がなあかんな。これで自分勝手に行っといて、気圧から行きましょう。中間あるかな、感知なし。オートスクロールではないね、裏目に関しては。ジャンピングメンバーから、スーパージャンプパルクール、ビヨーン、落ち着いて。あ、なんか針あるから。で、強そう、満載か。すごい、中間なしで。ね、面白いコースや。ジャンピング、中間いよいよありましたね。まずはオンフ変えていく。こっちなんやろ、ちょっと入っちゃおうか。おー、ルイ、こんにちは。50コイン投げかい。ダイルド走り。ふっ。あー、ランニング、あ、ランニング戦急がないとこれ、積んじゃうやつやな。そうやね、こういうのって積んじゃうね。大丈夫？これ、なんなんこれ。ふざけたコースやな。どういうこと今の。もう一回オン変えて、何すればよかったの？はい。あ、もう、あ、もういけるようになってるわ。トスン切れたからいけるようになったけど、今のは、待つべき？やるべきことがちょっとわからんかったな。UFO キャッチャー調整してジャンプしたやね。で、どうかゴールかな？あー！え？あー、ゴール、うわー！え？スタートからやり直しや、すげえ！え？マジか、めっちゃおもろいコースやん。今のでスタートからやり直しなんや。ルイに負けてんねんけど。やば！このコースでもルイも気絶するから大丈夫やんな。
ルイも意味分かってないから、絶対同じとこでやられるから安心していいはず。ほい。さあ、ルイ切れてたやろうね。まさかのスタートがやり直しっていう、神コース来た。ルイおそらく今スタートがやり直ししてるね。あ、ほら、やられてきたわ。面白っ。最後だって矢印ある方行っちゃうもんね、どうしても。あ、これもう一回合わせよう。せーの。よし、来た。これ右が正解や。ほら、こっちはすげえ。いやー、面白いコースやったな。